サタン教会あるいはチャーチオブ・サタンはアントン・ラベイが1969年に表したサタンの聖書に表明されているように人間の肉欲的事故を是認することを使命とする団体である。サタン教会は1966年4月30日のバルプルギスの夜にアントン・ラベイによってカリフォルニア州サンフランシスコにて設立された。 ラベイは1997年に死去するまで、教会の司祭長を務めた。それ以前の1950年代に、ラベイは、後に、サタン教会の理事会となる、トラペゾイド団という組織を結成していた。ラベイの活動に参加したり集会に出席したものの、中には、デンマークの王宮育ちの、女男爵カリン、デプレッセン、デジナ氏にして、 自動人形作家でもある貴人セシル・ニクソン博士、アングラ映画作家ケネス・ワンガー、死の判事補佐官ラッセル・オールデン、サンフランシスコでも指折りの有力な資産家である、ドナルド・ワービー、人類学者のマイケル・ハーナー、ノンフィクション作家のシェイナ・アレグザンダーなどといった人物がいた。また、ホラー文学や SF 文学で活躍している者たちの中からは、アントニー・バウチャー、 オーガスト・ダーレス、ロバート・バーバー・ジョンソン、レジナルド・ブレトナー、エミル・ペタハ、スチュアート・パーマー、クラーク・アシュトン・スミス、フォレスト・ジェイ・アッカーマン、フリッツ・ライバーなども、この頃から、ラベイト関係を持つようになった。ジューディス・ケースと旧神派ジャーナリストであるジョン・レイモンドの、サタニックな結婚式が開催されることが知れ渡り、結成1年目にして、ラベイト・サタン教会は、 メディアの注目を浴びることとなった。結婚式の様子は、第二次世界大戦に、硫黄島の正常機を撮影したジョーローゼンタールの手で、写真に収められた。また、サタン教会の会員で、死後に主官に昇進した、海軍兵、エドワード・オルセンのサタニックな葬儀が、彼の妻の依頼により海軍公認の公開葬儀として行われた。 サタン教会は1960年代と1970年代を通じて多くの本で取り上げられ雑誌や新聞記事のトピックにもなった。ラベイはロマン・ポランスキーの映画ローズマリーの赤ちゃんで一部の悪魔役を演じた。また、1970年にはサタン教会に取材したセタニスという長編記録映画が上映された。ラベイは ケネス・アンガーの映画インボケーション・オブ・マイ・デーモン、ブラザーにも出演した。また、アーネスト・ボーグ・ナインや、ウィリアム・シャトナーが出演し、ジョン・トラボルタをデビューさせた、映画、マキウでは、テクニカル・アドバイザーも務めた。サタン教会は、ルイジ・スカティーニの映画アンジェリー・ビアンキ、アンジェリネリの一コマにも登場した。1975年、ラベイは、グロットをシステムを廃止、教会を、 外の世界での成功の代用として利用しているような人々を排除して、教会内で論議を巻き起こした。以来、伝統的な意味での現実社会における成功が、サタン教会内部における昇進の尺度となったのである。同じ頃ラベイは、インタビューを承諾するか否かに関して慎重になって、きていた。この密室活動への転換は、教会の終焉、さらには、 ラベイの死に関する噂までをもたたせた。1980年代、キリスト教徒や、回復記憶療法の専門家、及びマスコミは、再びサタン教会を犯罪的陰謀に結びつけて、考えるようになった。ピーター・ H ギルモはペギー・ナドラミア、ボイド・ライス、アダム・パー・フリー、ダイアボロス・レックスやミュージシャンのキング・ダイヤモンドといった、サタン教会のメンバーは、 犯罪活動を行っているという疑いを論破するためにしばしばマスコミの前に現れた。FBI は後にこの時の犯罪計画に関する論理を論破するための公式文書を作った。この悪魔崇拝が疑われるものに対する社会現象はサタニックパニックとして知られるようになった。1980年代から1990年代にかけてサタン教会のメンバーらは サタニズムに捧げられた音楽や映画、雑誌を盛んに作っていた。特筆すべきものとしては、アダム・パー・フリーのフィーラルハウス出版や、ボイド・ライスの音楽、ドキュメンタリー映画、悪魔を語る、アントン・ラベイのカノンを含むニック・ブーガスの映画などが挙げられる。またこの頃も、サタン教会とラベイは、あまたの雑誌や新聞記事の題材にされていた。 ピーター・ h ギルモア・ラベイの死後、サタン教会代表の座は、内縁の妻であるブランチ・バートンに移った。バートンは、今も教会に関与しているが、2001年、サタン教会の帰還し、ザ・ブラック・フレームの発行人及び、現、司祭長と、女司祭長としての座を、子参のメンバーであるピーター・ h ギルモアとペギー・なドラミアンに譲った。サタン教会の本部も、 サンフランシスコから二人が住んでいるニューヨーク市のマンハッタンにあるヘルズキッチン近辺に移動した。サタン教会は他の団体がサタニズムとその実践に対して正当性を有していると主張することは容認しないが、サタン教会に入会しなくてもサタニストになれるということは認めている。ケネス・アンガー、ヘビーメタルシンガーのキングダイヤモンド、マリリン・マウソン、テレッサ・ハイディ、 アーロン・ジョーリン、モービッド・エンジェルのデビッド・ヴィンセント、ノイズ・アーティストのノンコと、ボイド・ライス、元ソフト・セルのマーク・アーモンド、パンク・バンド、アルカライン・トリオのギタリスト兼ボーカルのマット・スキバと、ドラマーのデレク・グラント、プロレスラーのボールズ・マーニーに、スターリング・ジェームズ・キナン、オカルト・ジャーナリストにして、ゴシック・ノイズ・インダストリアル・バンド。ブラッド・アクシズを主催するマイケル・モイ・ニハン。 デスメタルギタリストのマシュー・マクレース、ピアニストのリベラー・チェ、サミー・デイビス・ジュニア、そしてホットロッド・フ・アーティストのコープといった多くの著名人が一時的にサタン教会とつるんだり、サタン教会と関係があることを公にしている。教会側は会員情報を公表していないため、正確な信者数は不明である。2004年8月、イギリス海軍は初めて、 サタニストがいることを公式に認める。そのサタニストとは、HMS カンバーランド号の義士である、クリス・クランマーという24歳の人物である。2006年6月6日、サタン教会は、ロサンゼルスのシエフの校内にある、スティーブ・アレン劇場にて、40年間で、初の公開サタニックマスを行った。ザ・サタニック・バイブルとザ・サタニック・リチュアルズに記された。 儀式をもとにした。この儀式は、ブライアン・ムーア氏と、女司祭、ヘザー・サイエンスによって取り行われた。2007年12月、AP 通信によると、サタン教会本部に一人のティーンエージャーが、我らが聖ならずある種サタンの漁名において殺すという、内容の e メールを送ったことが分かった。再び法令指示の立場を鮮明にした、教会側は FBI に通報。 FBI の連絡を受けた、地元警察はその少年を逮捕した。サタン教会におけるサタニストは生き方の指針として、以下に述べるサタニズムにおける罪やステートメント、地上におけるルールを支持している。しかし忘れてはならないのは、これらは、一般的に言って、サタニストが、わざわざ無理をしてまでなすべきことと考えているものでは、ないということである。 サタニストはイエス・キリストの言葉に従おうとするキリスト教徒やミツワーに従おうと努力するユダヤ教徒とは対照的に理念上これらは自明の理であり自然に生きていくやり方であると受け止めているこの正史見表明はサタンというものがサタン教会において何を意味しているかを示しているサタンは禁欲ではなく法償を象徴するサタンは霊的な無双ではなく 生ける実存を象徴する。サタンは、偽善的な自己欺瞞ではなく、純粋な知恵を象徴する。サタンは、恩知らずなもののために愛を無駄にすることではなく、親切にされるに値するものに親切にすることを、象徴する。サタンは、右の方を打たれたら左の方も向けるのではなく、仕返しをする行為を象徴する。サタンは、 精神面で他人のすねをかじる者への配慮ではなく、責任を負うべき者への責任を象徴する。サタンは、ただの動物としての人間を象徴している。神から授かった精神と知能の発達によって最も、悪しき動物となってしまった人間という生き物は、四足動物より、優れていることもあるが劣っていることの方が多いので、ある。サタンは、 罪と呼ばれるものすべてを象徴する。おおよそ罪とは、肉体的、精神的かつ感情的な満足につながるものだからで、ある。サタンは常に、教会の最も親しい友人であり続けてきた。というのも彼は長年それを仕事としてきたのである。具頓作虚栄優いが主義自己疑瞞群れに従う、こと見通しの欠如過去の正当の忘却非生産的な、 プライド美意識の欠如を求められてもいないのに意見や助言を与えないこと。他人が聞きたがっていると確信しない限り悩みを話さないこと。他人の住みかに入ったらその人に敬意を示すこと。それができないならそこへはいかないこと。他人が自分の住みかで迷惑をかけるならその人を情け容赦なく扱うこと。交尾の合図がない限りセックスに誘わないこと。 こんな重に下ろして楽になりたい、と、他人が声を大にして言っているものでない限り、他人のものに手を出さないこと。魔術を使って願望がうまく叶えられた時は、その効力を認めること。守備よく、魔術を行使できても、その力を否定すれば、それまでに得たものを全て失ってしまう。自分が被らなくても済むことに文句を言わないこと。小さい子供に危害を加えないこと。 自分が攻撃されたわけでも、自分で食べるわけでもない限り、他の動物を殺さないこと。行動を歩くときは人に迷惑をかけないこと。自分を困らせるような人がいれば止める、要注意すること。それでもダメなら、攻撃すること。ありがとうございます。